シアタークリエは東京都千代田区有楽町の日比谷地区にある劇場である。18階建ての東方シアタークリエビルの1階と地下1、2階にある。2005年3月をもって閉館した芸術座に代わり東方本社ビルを全面的に建て替え2007年11月7日にオープンした。名前はシアタークリエーションの略したものである。 ターゲットを20代から40代までの女性に絞り、支配人、プロデューサーはすべて女性が起用されている。旧芸実座の収容人数750席に対し、シアタークリエは611席補助席7席となっている。見やすい座席を追求し、音響、照明設備などに最新技術を取り入れた。また、予約制ではあるが、 車椅子のまま感激できる席を二つ設けてある。小倉落とし公演は、三谷幸喜作の、恐れを知らぬ、川上落と次郎一座である。続いて2008年1月から3月にかけて、森光子主演の、放浪記が上演された。客席数は611席。芸術座跡地に新劇場、シアタークリエ銀座経済新聞、2007年11月2日、 シアタークリエ10月公演が、A から、加減から新作、とサボリカワれ、演目変更。休養中の藤山直美からメッセージ。spice、https コロンスラッシュスラッシュスパイス .epls.jp u スラ<パイ>ッシュアーティクルズスラッシュ1238042018年5月10日閲覧。ありがとうございます。